あーるす、久しぶりに寝違えまして、めちゃくちゃ何もやる気だな。耐えられない痛みとかじゃないんですけど、首の痛みが気になりすぎて何事にも集中できない状態になってる。これマジで体のバグでしょ。体のバグといえば、医者の友人がしゃっくり、イックみたいな、しゃっくりは人間のバグだってね、言ってました。はい、ということで WRO さん対戦よろしくお願いします。これはバンドリア絶対いきますね。なんで初手バンギ読みで格闘 Z ゾロアークで、ドリューズがめんどくさいんでドリューズを上から叩き潰しに行けるこだわりスカーフを持ったメタモンと、ラストどうするかだけど、バンドリマンダみたいな選出だと思うから、マンダに対するクッションとなるポケモンがいいんですよね。そうなんすかな、ゾロアークソーナンスメタモンって大丈夫か、選出弱すぎる気がするけど。タイプドゥルノーがトンボ返りとかあってサイクル操作できるから、この3体で行くか。いや、どっちにしろ選出弱そうだけど、よろしくお願いします。いや、マジで首痛い。喋るたびに首がズキズキする。あれね、昨日、暴れるくんさんとポケモンカードやって遊ばせていただいたんですよ。で、まあ、ポケが関係ない動画もありがたいことにね、撮らせていただいてるので、まあ、そのうち出すと思うので、まあ、出たら出たで、またこのチャンネルで宣伝しようと思います。お楽しみに。で、これは、ヌルに化けたゾロアークで、多分、バンギが、ああ、そっかそっかそっか。あれか、Z 技使うときイリュージョン解けるのか。で、バンギ側は、まあもちろん油断してくるんで、格闘 Z でね、ワンパンで吹き飛ばしていくと。で、暴れる君がね、ツイッターに僕と一緒に遊んだ写真を上げてくれてたんですけど、あ、僕がね、無表情すぎて、うんぬんみたいな。うん、その写真に対して僕の表情が 無表情すぎるみたいな意見が多かったんですよ。あれは、僕ね、あんまりテレビの中の人と会う機会がね、ないんで、緊張してたんですよ。まあ、ワレル君といえばね、僕が見る番組だと、まあ、たまにテレビ見るんですけどね、僕も。言うて YouTube の方が見る機会は多いんですけど、それでもたまにテレビは見るんですけど、あ、剣の前、チュイン、これ剣の前、不意打ち読みとかかな。なんだろう。あ、これラッキーですね。不意打ちなかったんで、相手が不意打ち読みをしてきてくれたんであれば、ただの深読みだし、まあ、放射じゃ落とせないと思うけど、まあ、それともあれか、気合玉かわす前提の剣舞とかですかね。で、まあ、ここはゾロアーク、切りでよくて、暴れる君といえばね、僕が見る番組だと、まあ、ポケンチとかね、あと水曜日のダウンタウンとかもね、結構見るんですけど、よく出てきてますよね。そう、スターなんですよ、僕からしたら。だから、まあ、緊張して無表情になるのは、まあ、仕方がないと。で、ここメタモン出して、相手のドリューズの剣の前の A 上昇をパクります。で、こっちのメタモンこだわりスカーフ持ってるんで、メタモンはね、変身すると、相手の能力値もね、コピーするんですよ。だから、スカーフある分こっちの方が早いし、相手研磨してきてるんでね、ここはヘッドでいいと。ボーマンダ、浮いてるポケモンボーマンダとかがいた場合、こだわりスカーフの使用でもう自信しか打てなくなっちゃうんで、まあ、ここは浮いてるポケモンにも通るアイアンヘッド。まあ、と思ったらラストゲンガーだった。あ、なんか鬼イージーできたな。相手ドリューズをメタモンでコピーされたらどうするつもりだったんだろう。相手のあれか、ドリューズタスキーとかだったのかな。タスキとかだったら、まあ、メタモンのストッパーにもなり得るから、まあ、わかるんですけど、まあ、これ引く意味ないですね。もう、剣舞、A がプラス2なんで、そのままヘッド打って、ゲンガーぶっ飛ばして、終わりゲーミング部。ヘッド、まあ、砂もあるんでね、こっちの方が早いんで、いや、めちゃくちゃイージーできたけど、まあ、最初のバンギ吹き飛ばしたのがでかかったら、あんまり、ゾロアークは警戒してたとしても、格闘 Z とか読む人少ないと思うんで。ということで、対戦ありがとうございました。それでは次の対戦までどうぞ。テツさん対戦よろしくお願いします。こっちのパーティーに電気技を無効にできるポケモンがいないんですよ。だから、カプコケコかロトムカラクリ読みで進化の奇跡持ってて、耐久がめちゃくちゃ高いタイプヌルから入って、こいつ、トンボ返りを持ってるんで、トンボ返りと相性がいい影踏みメガゲンガ、ラストはギャラドスに竜舞とかされるとめんどくさいんで、それをコピって切り返していけるメタミン。この3匹でいこうと思います。よろしくお願いいたします。あ、でも、暴れる君と撮った動画を家に帰って見直してたら、動画内では僕結構笑ってたんで、まあ安心っていうか、まあ、よかったっていう言い方はおかしいけど、でもまあさすがにやばいんで、ちょっと笑顔の教室にね、通ってこようと思います。さっき調べたら、東京だとそういうところもあるらしいんで、さすがにね、東京なんでもあるんでね、もし、そういう場所で動画を撮らせてくれるところがあったら、ツイッターのダイレクトメールでね、連絡お待ちしてます。あくまでも、自分からは誘いに行かないスタイル。いや、なんだろうな。もしね、断られた時の精神的なダメージがでかいんで、基本的に受け身になっちゃうっていうね、悪い癖ですね。叩き落とす。てか、ランドから来ましたね。電気タイプ読みだったんですけど、あと、奇跡叩き落とされたのはちょっとめんどくさくて、とりあえずランドに毒入れて、
まあ、こっからどうするかだな。叩きランドってことは、基本的に、突撃直帰持ちか、こだわりスカーフ持ちが多いと思うんですけど、一旦トンボ返りで展開していくか。相手がトンボしてきたらアドなんで、自信殴ってくる。こだわりスカーフじゃないってことは、突撃直帰の方が可能性としては高いんですかね。まあでもね、笑顔ができるってことは、生きていく上でね、体の健康にいいとか、まあ社会的に明るくなるとかさ、いいことづくめなんですよ。なんか肉体の健康と一緒で、将来の財産になる可能性が高いものなんで、まあ今から習得しとくのも悪くないかもしれないです。僕の動画を見てる人とかならわかると思うんですけど、僕めちゃくちゃ笑うの下手なんですよね。本当になんかぎこちない感じになっちゃうんで、ちょ、一回守るね。ここは、ゲンガーをメガ進化させつつ、相手のランドの毒ダメを稼いでく、守るですね。ただ、守るで毒ダメ入れたとしても、相手のランドロスが突撃直帰とか持ってる可能性を考えると、シャドーボール、じゃあ、シャドーボール、じゃあ相手のランドロス倒せないんで、シャドーボールで思い出した。なんか最近またゲーム部関係で炎上してましたね。詳しいことは話さないけど、めんどくさいんで。で、ここは、自信読みで、メタモンに下げて、メタモンでランドロスに化けて威嚇を入れつつ、自信も透かしていく立ち回りをやっていこうと思います。あとメタモンは特性変わり者でね、まあ、昔は変身を押さないと相手のポケモンに化けれなかったんですけど、まあ、今はね、知らない人のために説明してあげると、今はバトル版に出ただけで相手のポケモンをコピーできるようになるんですけど、相手こっちの交代を読んでしっかりとトンボ返りを打ってくる。いやー、カペコケコが、相手のランドの育て方がわかんないんだよな。直帰ランドってあんま素早さに振ってない可能性があるから、スカーフ持ちでもカペコケコを抜いてない可能性がある。まあ、でも相手、もう一回ランドに回してきそうなんで、さすがにここ、おおお、相手ヤクザ、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 ヤクザ。は？相手、ここの10番ヤクザすぎない。なんで10番押してきたんだ？こだわりスカーフとかか。てか普通に地震打てばよかった。もったいね、これ一回ランドをトンボ返りで返しちゃうと、電気無効にできるポケモンがいなくなっちゃうんですよね。それ読みだったってこと。やべえ、これやばいな。あとゲンが毒技ないんで、多分相手のカペコケコを一撃で落とせる技がないっていう。一応電気 Z とかの可能性があるから、めちゃくちゃ、いやマジでありえん首みたい。助けてほしい。コメントで教えてください。寝違いを直す方法。あ、でも、教えてくださいって言っても、この動画上がってるの多分僕が寝違えてから、まあ、3日後とかだと思うんで、その時はもう治ってる可能性が高いけど、さすがに3日もおとなしくしとけば治りますよね。僕どうせ外出なくて家で寝てるだけなんで、肉体を激しく動かすとか、そういうことないんで。てか、スカーフでもないし、うわ、これメガネだ。最悪。やべ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 。ゲンガを一撃で吹き飛ばす10万は、Z でもなかったらこだわりメガネ確定なんで、これ普通にやばくね。で、メタモン投げて、メザパあるかな、メガネでしょ、10万ボルチェン。カペコ結構コピるのはいいんだけど、だランドが普通にだるいな。ランド考えるとここ電気技でこだわるのは良くないから、あ、メザパあんじゃん。メザ氷。でしょ、これ。メザパウト。あ、オッケーオッケーオッケー。ランドだと、メザ氷なんで、うわ、ロトム。あれこれ終わったくね？サイクル的にきつくないか。うわ、てか、道連れすべきだったら、相手のカペコケコに対して、なんか抜群で入ったんだけど、ああ、そうか、これ、ちょ、相手のカペコケコの目覚めるパワーは、多分氷なんですけど、目覚めるパワーもコピるわけじゃなくて、目覚めるパワーは、このメタモンの目覚めるパワー、個体値に依存するから、メタモンって一般的にね、目覚めた岩とかを持たせるケースが多いんですよ。なんでかっていうと、ルガモスに対して打てたり、あと、メガリザ Y とかに対しても、岩の方が刺さるんで、基本的にメザ岩が推奨されるんですよね。あと、ボルトロスとかにも打てますね。霊獣ボルトロスとかにも。だから岩がめちゃくちゃ多いんですけど、これオバヒで死ぬかな？耐えるかな？でもメタモンちょっと HP 高いから。あ、死んだ、終わった。メザ岩の解説してたら終わった。これ、ラスト、タイプヌルなんで、いやー、やっぱミスったな。カプコケコ道連れでいちいち取って、か、もしくは、オバヒに対して一回タイプヌルを受け出して、相手のロトムをメタモンでコピーするべきだったら、ワンチャン、いや、ワンチャンないか。一回適当に眠ってみよう。眠って、なんか粘れたらワンチャンあるかもしれん。ボルトチェンジ、多分ランドロスが出てくる。あ、カプコケコだった。いや、カプコケコこだわりメガネ持ってるんで、あともう10番押されてるだけで負けなんでね。眠っちゃったらこっから2ターン動けないんで、オーは終わりです。で、眠れませんでした。エレキュヒールド貼られたんで。うん、安楽死できなかったわ。対戦ありがとうございました。それでは、あ、てかもう尺的にちょっともう一戦やるか。次の対戦までどうぞ。
はい、ということで、魂の3戦目ですね。ちくわぶさん、対戦よろしくお願いします。あー、これも読めました。読めました。初手ゾロアークでいきますね。ゾロアークを出して、リザードンに化けておくんですよ。いや、すると、何が起きるかっていうと、多分ヒードランは確定で出てくるんですよね。こっちのパーティーに、相手のヒードランを一撃で倒せるポケモンがパッと見存在しないんで、てか実際存在しないんですけど、だから、初手リザワイを出したと思わせといて、リザワイだったら、ロトムとかもボルチェンから入ってきて、まあ、多分ね、ゾロアークバレーしたとしても、ヒードランで受けてくると思うんですよ。だから、出てきたヒードランをゾロアークの格闘 Z で吹き飛ばして、で、その後にリザワイ出して無理やりリザワイを通していくみたいな。ただ、それだと相手のギャラドスがめんどくさいんで、ワンチャンメタモンでコピー出るように対策は怠らないっていう。そういう感じのタクティクスでやっていこうと思います。対戦よろしくお願いいたします。ちくわ武士。まあ、僕はあんまり笑えないですけど、まあ、笑顔ができる女性は素敵だなと思いますね。笑顔が可愛い女の子はね、可愛者、1.5 倍増しぐらいになりますよね。オッケーオッケーオッケー。あれ？なんかメタモンになってるんだけど。あ、間違えた間違えた間違えた。やべやべやべ。あれ ?3 匹目僕メタモンにしてたっけ？リザードンにしたと思ってた。やべやべ、間違えた間違えた。やべやべ。出せ。これゾロアーク絶対バレるやん。変わり者を発動してないから相手絶対俺のこと笑ってるだろうな。こいつバカかよ、ゾロアークの使い方知らねえ初心者かよみたいな。多分ゾロアークバレしてるんで聖なる剣打ってくるんで、あ、オッケーオッケーオッケー。リザで受けて、うわ、ノーマル Z とかだとやばいな。ギガインパクトにノーマル Z 乗せてる方とかだとやばいんですけど、基本的に神剣ってそれ以外だとリザードに打点ないんで、多分、あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ本当はこれをやりたかったんですよ、本当はね。本当は初手そう。で、このヒードランが出てくるタイミングで、このリザードンが実はゾロアークでした。格闘 Z で君のヒードラン終わりでーす。みたいなのをやりたかったんですけど、ちょっと。狂ってる。で、これゾロアークバレしてるんですけど、基本的にドラン側の方が有利だと思って立ち回ってくると思うんで、格闘 Z でぶっ飛ばしていこうと思います。まあ、ぶっ飛ばしていこうっていうか、まあ、ヒードランめちゃくちゃ耐久高いんで多分耐えられるんですけど、ちょ、ワンテンポ遅れちゃったな。ワンテンポ遅れたけど、これいけるか？まあ、でも女性の、笑顔の話に戻るんですけど、笑顔をつけれるかどうかはね、一緒にいる男性次第だと思うんで、女性の笑顔を作れない僕はクズだということが言えますね。で、格闘 Z でドラン削ってって、あ、めちゃくちゃ削れたな、これ。こんな削れるとは思わなかったけど。あ、タスキか。珍しいですね、タスキドラン。あ、やばいやばい、ステロはやばい、ステロ。まあ、リザードンが死んだ。リザードンが神剣の聖なる剣でも処理されるようになったんで、普通にまずいですね。とりあえず悪の波動で、こうヒードラン処理してって、ゾロアークのイリュージョンもうまく使えてなかったら、メタボンの変わり者もうまく使えてない。やっぱあれなんですよね。根本的に僕という人間が人を騙すことに向いてないんですよ。いかに僕の心が人を騙すことに向いていない、純粋な人間であるかってことが、この動画でね、証明されてるかと思います。まあ、聖剣でゾロアーク落とされるのは、まあ、致し方ない。で、助けじゃないんですよね。相手の神剣が。助けじゃないことは確定なんで、これ裏からこだわりスカーフメタモン投げてって、変わり者で、相手の神剣のね、栄上昇ごと、丸コピー、していこうかなと思うんですけど、聖剣打ちたいんですよ、ここ。ただ相手の裏に、格闘半減が3体いるんですよね。カプテテフ、ギャラドス、二六院って。で、ここ、聖なる剣が僕側が押すと思うんで、相手それを読んでくると思うんだよな。引いてくるでしょ、これ。ヒートロトメだったら聖剣連打でいいんだけど、言うて聖剣が通るポケモン1に対して通らないポケモン3なんで、75% の確率で聖なる剣を打たない方がいいんですよ。で、それ以外だとリーフブレードが一番一貫性が高いんで、相手が交代してくる読みで、ここはリーフブレード。神剣が突っ張ってきたらリーフブレード4分の1なんで終わり。あ、オッケーオッケーオッケー。これ、運ゲーとかじゃなくて、確率に基づいた戦術なんで、まあ、メタモンこだわりスカーフであることがね、多いんで、相手もそれを読んでくるだろう読みで、なおかつ、さっき言ったみたいな 75% を、天秤にかけてね、確率を天秤にかけて、75% っていう部外法を取ったっていう。で、これは映画上がってるんで、あ、オッケーオッケー。カプテテフ一撃でぶっ飛ばして、で、これは一回引っ込めるんですけど、神剣の技構成にね、剣の前が入ってないんですよ。ってことは、相手の、神剣もこだわりスカーフである可能性があるから、まあ、スカーフだった場合同速対決じゃけど、スカーフじゃなかった場合、こっちが一方的に勝てると。まあ、これは一回リザ切りですね。ステロで半分 HP が削れて、多分聖剣打ってくると思うんですけど、神剣に対しては。聖剣打ってきたら、リザードンが落ちて、相手のビーストブーストで相手の神剣の A がまた上がるんですよね。で、その上がった A をまたメタモンでコピーできる、無限ヌスッとセット戦術。で、リザが落ちる。
ビースティングブースティング発動する、メタモンでコピーする。最初のガバガバどうなるかと思ったけど、まあもともと相手がゾロアークを結構舐めてくれてたおかげでなんとか巻き返すことができたけど、まあ、ここ聖剣上から通せるかどうかゲービング部だから、ちょいけにゃオッケー。相手の神剣がスカーフだったかどうかわからんけど、ワンチャンハチマキとかだった可能性あんのかな。で釣りぶっ飛ばしてお疲れ様でしたということで、ちょ首がめちゃくちゃ痛いんでね、今日は安静にして早めに寝ようと思います。皆さんも夜更かしせずに早く寝ましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。